皆さんこんこにちは今日はアンダーハンドパスのフォームと足の形、えー、コツについて一人でやれる練習、えー、壁とのパスで、えー、解説していこうと思いますよろしくお願いします 今回アンダーハンドパスのフォームということでまずこちらの写真を見てくださいこの写真は実際にパスをする寸前の写真となります見てほしいポイントが3つあります1つ目が顔の向きですボールを見る時にボールを直接見るようにして顎が上がってしまうと今度逆に下が見えなくなってアンダーハンドパスでこのアンダーと触る位置が見えなくなります どこに当たっているかを目で確認することが大事なので、顎は下げて上目遣いでボールを見るようにしましょう。そしてもう一つなぜ上目遣いをするかっていうポイントがあります。それは相手からボールを打たれた時に、そのボールが強い時に体の中心から離れた位置でレシーブをすると、ボールの強さに負けて弾かれることがあります。それを防ぐためにも体の中心、なるべく中心でレシーブをするように顎を引いて、 イメージとしては小さくなるイメージ上半身を小さくするイメージでレシーブをしましょう次2つ目なんですが足の位置です今回壁とのパスなのでまあ普通のパスですよねすると普通のパスっていうのは足の位置、まあ、気をつけの状態でも縦でも横でもどんな状態でもパスはすることができると思いますしかし相手のスパイクをレシーブしたり相手のサーブをレシーブしたりするときに足の幅が狭かったりすると安定しません パスをする前、ボールを触る前っていうのは動きやすい体勢で肩幅ぐらいでいいんですけど強いボールに対して、まあ、先ほども言ったんですが体の中心で捉えると言いましたよねこの強いボールに対応したいのでなるべく低い状態重心をしっかり下げて踏ん張れる状態ぐらいまで足を広げましょう肩幅で開くとまだまだ狭いのでもっと開くようにしていきましょう そしてこの時足が開けない人、開いた状態で下げれない人っていうのは股関節が硬いので、しっかりストレッチをしましょう。レシーブがうまい人は基本的に足が、股関節が柔らかいです。それは低い状態、低い安定した状態で移動することができるからです。この低い状態での動きって、そんな距離を動くわけではないんですが、この少しの調整がすごい大事になってきます。最後の微調整ってやつですね。 もちろん例外はいますが基本的に柔らかい人の方がうまくなりやすいということなので硬い人はしっかりストレッチをしていきましょうそしてポイントの3つ目なんですが手を組むタイミングですパスの時っていうのはもうパスしかないので手ってずっと組んでると思いますしかしこの時も手を組むっていうよりは手が引っかかっている状態 力は入ってない状態でキープしてほしいですではいつ力を入れるのかそれについて解説していきますえパスではなくてこれも強打で例を挙げるのですが強打に対応できるために寸前まで手を組みません強打が来ると分かったらしっかり組んだ方がいいんじゃないかと思うかもしれませんが速いスパイクの場合正面に入れることは少ないですなので先に手を組んでしまうとずれた時に対応ができません ギリギリまで対応できるように手を組まずに待ってここだって分かった瞬間に力を入れて手を組みましょうパスの時は手を組んだ状態というより手をかけた状態ですねワークキープしても問題ないですそれはパスしかやんないからですねそして今回やるこの壁とのパスっていうのはタイミングが早いので手を離す暇がないので、まあ、手をかけた状態っていうのはずっとキープしてもらっていいです そしてこの壁とのパスって言われると、まあ、すごい楽なようなイメージですが、まあ、しっかりやるとすごいきつい練習となるので是非やっていきましょうまず先ほども言ったように足の位置ですねしっかり開いた状態で体を重心をしっかり下げるとその状態でキープしてパスをしていきましょうパスをする時にパスって少しずれると思うんですがこの低い状態っていうのをキープしながら移動するようにしましょう それはなぜかというと実際にサーブレシーブやスパイクレシーブの時に体が伸び上がってしまうとミスをすることが多いです低い状態でキープしながらパスを続けてこの近い状態の壁とのパスが慣れてきたら少し離れて高い位置にパスをしてみましょうこの高い位置にパスするときも基本的に自分の姿勢はずっと同じですあくまでも最終的には強いスパイクのレシーブを練習しているのでこの状態をキープしていきましょう 距離が遠くなっていくと、ズレも大きくなると思いますが、この時もしっかり低い状態をキープしながら動いて調整していきましょう。この少し高い状態ですね。高い位置にパスする状態が慣れてきたら、今度はバスケットゴールの後ろの壁でパスをしていきたいと思います。 この場所でやる意味としては、バスケットゴールの板っていうのは面積が少ないですよね。そしてバスケットゴールの右側の位置とか左側の位置って限定してやると、よりコントロールの練習にもなります。ただコントロールの練習だからといって、姿勢を低くするのは忘れないようにしましょう。 コントロール重視でやるなら、実際に姿勢をタークした方が距離は近くなりますし、やりやすいかもしれません。しかしその状態では、強打に対してレシーブができないので、しっかり低い状態でコントロールできるように練習していきましょう。 この3つの距離、近い距離と少し高い位置と、えー、バスケットゴールの壁の位置で、えー、これ連続してやるとすごくきついので、時間を空けて練習をしたり、えー、1日何分って決めて練習をしたりするようにして、えー、継続してやれるようにしましょう。この練習は1人でやることができる練習となっているので、時間を見つけて、えー、積極的に練習していきましょう。今回はこれで終わります。バレーボールに関してのことでわからないこと、を知りたいことがあったらぜひコメントに残してください、えー。Twitter、Instagram もやってるので、そっちのメッセージからでもいいと思います。 ですこのチャンネルはバレーボールに関してのこと様々発信していきます是非チャンネル登録してくださいではまた明日